この物語は謎の巨人三日月と強い思いの宿った言霊の力で三日月を操縦する少年イスルギ風雄の物語である。まるで光と影のように酷似した2体の巨人、彼らは一体いかなる思惑のもとに作られたのだろうか。光と影が一つになる、形あるものの全ての崩壊が始まる。恐れていた最悪の事態、これは悪夢ではない。今目の前にある現実なのだ。新月と三日月が融合した以上、全てのものは破壊される定め。一体何が起こるというの？お母さん！首相にホットラインを。ドカツカ、月がブリッジより緊急通達、トリプル A 発令。
上げ、三日月新月融合体を阻止する。コンバットガイド編隊電気出撃。クルーステーションの3名は二宮ゆきの確保に向かって。待ってろよゆき。ガイド編隊落とせよ。ガイド編隊落とせよ。C ブロックへ。これは僕が描いた絵だ。あっ、けぶおい、おい待てよ。無駄だ。この女の魂はすでに私のものだ。もうすぐ世の世界、永遠の王国がよみがえる。聞くがいい、この美しき星の声よ。
懐かしい。ここはどこだろう。どっかで見たような感じがする。昔僕が住んでいた家と同じ匂いだ。もしかして、そうか、この家は、ここは僕の井戸だ。あれ？レカ、おい、レカ、レカ、おい。よかった。やちくん、最低。どさくさに紛れてやらしい。アホ、そんな状況ちゃうやろこれ。ほんまにもう。あいだ、あ、腰打った。月接近による各地の影響は？それが全く。全ての探索波月面を素通りします。月の質量演算の結果推定ゼロ。どういうこと？わかりません。ただまるでこの世には存在していないかのような。何ですって？三日月と新月が溶け合うとき、それは一つの声となる。聞こえるか、この星の声。月を呼び再び一つに溶け合わんとする母なる地球の声だ。二つの星は実体を失い溶け合って原初の姿へと変える。それをきっかけに全ての物質は無益する。この美しい声を聞くがいい。世はこの声を一日千秋の思いで待ったのだ。今こそ失われたガイラの国が蘇える。もう少しだ。ちくしょう、ちくしょう、これやろう。
まあ若い姉ちゃんとくたばれるだけでもマシか。最後の一杯だ。ちょっとバカ言ってんじゃないわよ。死ぬんだったら一人で死んでよね。私はまだやりたいことが山ほどあるんだから。あんたみたいなじじいはそれでいいかもしんないけどさ、ちやほやだってされたいし、いい男腐るほど踏み捕まえたいし、やっと自分の店がモテそうだってのに、こんなところで死んでたまるもんですか。そうだよな。まったくだよ。俺の仕事は生きてる奴らを助けることだったよな。ただ戦うだけじゃなくて。いじめられたのか。うん。人はな、風を弱いところがあってもちっとも恥ずかしいことじゃないんだぞ。むしろそっちの方がいいかもしれない。人の痛みがわかるからな。ほら。申し訳ありません。今となってはイスルギ隊員、いや、カズオ君を救出するのは不可能です。日下さん、カズオも今あの中で戦っているわ。あの子は鉄郎さんが父が生きてると信じてるわ。かつて一緒に暮らした場所でもう一度あの人に会うために風はあの井戸も生み出したのよ。信じて待ちましょう。私たちは僕はきっと帰ってきます。自分自身の力で。直撃箇所の鎮火を急げ。最後まで諦めるな。
しよう。僕が助けを呼んでいる。どうしよう。どうしよう。あなたたち、父さん、ここはお前のいるところとは別の世界なんだ。父さんたちはアストラル界と呼んでいた。お前の住んでいる世界と三日月がいた世界の狭間にある世界だ。ここへ来てるのはお前の体じゃない、気持ちだけなんだよ。そんな、やっと会えたのに。何度も帰る方法を探したよ。でも見つからなかった。もう会えないの？ずっとずっと会えないの？僕は父さんに会ったらいっぱい話したいことがあって、たくさん聞きたいことがあって、それでも会いに来い。
そう思うならお前の力で会いに来るんだ。今はまだ無理かもしれない。でも風雄が一生懸命探し続ければその方法が見つかるはずだ。たとえそれが何年かかろうと、お前がしわくちゃのおじいさんになっていたとしても、俺はお前を抱きしめてやる。風雄は父さんの。新月が大丈夫、あれちゃん。木場さん、あ、大丈夫？私、みんな三日月と一緒に戦おうよ。新月を倒すんだ。よし。うん、やった。Yeah.
攻撃ポイントを一箇所に集中させよう。生き延びる、それが俺の新しい生き方よ。ふぅ、なんて美味しい役なんだ。
行くなー、ミカヅキ、ミカヅキ。行っちゃったね。うん。ねえ母さん、僕いつか父さんのいるあの世界へ行ってくるよ。え？父さんが言ってたんだ、自分の力で会いに来いって。そう、父さんらしいね。いいよ、母さんも応援する。和夫が父さんに会いに行くのなら。違うよ、僕は父さんに会いに行くんじゃない。僕がそこに行くのは父さんを連れて帰るためだよ。そう、じゃあ母さんも会えるね。みんな、風くん、